はい、では前回までのあらすじ。死の森ガオラキア。ガオラキアの前にたどり着いたロイドたちを待っていたのは教皇の刺客だった。なんとか刺客を退け、ガオラキアの森を進んでいくロイドたち。もうすぐ森を抜けるというところだったが、ロイドたちが向かっていた先、アラティスタの住まいの方角から次の追っ手が近づいているのを知る。さらにミュート教の地下水道で出会った謎の囚人が再びロイドたちの前に現れる。この男はプレセアに話があるということだった。しかしエクスフィアに侵食されているプレセアは無言だった。プレセアのエクスフィアに気づき手を伸ばす謎の男。しかしプレセアはそれを拒んで暴れだし、そのままこの男と戦いになってしまう。なんとか勝利したロイドたちだったが、このままではサイバック側から来る追手と挟み撃ちにされてしまう。シーナは自分の故郷神秘の里瑞穂に逃げ込むことを提案する。神秘の里瑞穂はガオラキアの森を南に抜け、そこから西に向かったところにある。ロイドたちは囚人の男から詳しい事情を聞くため、彼を捕らえたまま急いで神秘の里瑞穂へ向かうことにすると。はい、ということで、じゃあこっちやね今回は。美男薄名。瑞穂って里は森のどこら辺にあるんだ？そいつは言えないよ。どうせもうすぐ着くんだから我慢しとくれ。相変わらず瑞穂の連中は秘密主義だな。独自の文化を守るためだよ。嫌ならあんたはガオラキアの森で待ってるといいよ。冗談でしょ。死の森に置いてきぼりなんてごめんだぜ。ガオラキアの森に一人残った場合の生存確率25%。嫌なこと言わないでよプレセアちゃん。大丈夫だって、ゼロスって殺しても死ななそうだぜ。同感。同感。美男薄名って言うだろ。用法ミス確認、訂正の必要あり。プレセアちゃん、プレセアちゃん、ここもしかしてミズホ。あ、ここだわ。ちょっと待って、久しぶりに光の輪っかがあったぞ。ちょ待って、シーナの戦闘術ってなんて言うんだ。あ、これは不術って言うんだ。念を込めた特殊な札で戦うのさ。不術か。最初驚いたぜ、そんな神系でどうして戦うのかなって。ドワーフもアクセサリーを作る時にまじないを掘ったりするんだろ。それと似たようなものさ。そっか、じゃあ俺も自分で紙を買ってきてまじない書いたら、いとくけどできないよ、秘伝の術なんだからね。チェ、そんなに不術がなりたかった私たちは仲間になるかい。うん、え、それは結婚とか。あらあらあら、え、AC の全然いいけど、え、結婚すればいいんだろ。あ、私はあの、いや、あんたが嫌じゃないって言うなら、シーナは仲間の誰かと結婚すればいいんだろ。あんたってデリカシーないよね。ロイド結構残酷なこと言うよね。あれ、やっぱりあれか、ない、あのロングモードにできるやつ。まあいいか、瑞穂の里に入ります。あ、神秘の里瑞穂。うーす、シーナ、外部のものを里に招き入れるとはどういうことだ。ああ、お罰は覚悟の上さ。副統領に伝えてくれ、シルバラントの仲間を連れてきたって。シルバラント、キコーラは衰退世界、シルバラントの人間か。はい、俺様は違うけど。あ、そう、まあね、一部テセアラの人たちがいるけど。シーナ、お前は俺と来い。キコーラは棟梁の家の前で待たれよ。はあ、あそこの人。ま、目が覚めたみたい。ここは、あんたは俺たちの捕虜だ。暴れたりするなよ。状況もわからないままやたらに暴れるような不粋者ではないつもりだが。はい、あ、ちょっと待って、一回セーブしたいな。あー、ガーン、外へ出るのは危険。この瑞穂の里に部外者を招き入れるなんて、シーナやつはいつも厄介事を招いてくる。あ、そうだ、せっかくだから女性たちに、この、あ、この人は男性か。ちょ、女性に話しかける。今日もいい日和ね。おー、お金、助かる、女の子。
巫女様、イガグリー流は色恋も持ち伸ばないといけないのです。俺様みずほのためにはなれそうにないな。あー、めっちゃお金くれるんだけど。超売れピー。こんにちは。まだま、いけません、いけません。ダメね、この後は良いではないか、良いではないかというものなのよ。アマンゴ食材かな。えらい、お母さん手伝う。畑仕事も修行となる。クワを振るって畑を耕すのは結構体力がいる。すべてのことがいに対して修行という意識を持てば何でも修行となる。ほう。こんにちは。ミコさん、噂以上に面白い人ね。パナシアボトルか。ワン。よろずや。アイテムを買おう。あ、スペクタクルズがもう全然なかったんだよな。忘れてた。なんか大吟醸。みずほ特産のお酒。え、せっかくなら買ってく？一個。何に使うのかわかんないけどさ。グミは、いっか。あ、これあれか、シーナの。装備品が売ってるけど、私装備品って始まってから一回も買ってないな。ダンジョンとかで拾ったのをそのまま使ってるって感じ。一応グミ買ってくか。オッケー。はーい。で、猫人がいて、最近みずほの里の情報が漏れているようだ。それもシーナがメルトキアの精霊研究所に出入りし始めてからの気がする。え、コリンか。副頭領がお会いになるそうだ。はあ。シルバラントの旅人へ入られ。タイガさん。はい。我らの頭領イガグリロは病のため、この副頭領タイガがお相手つかまつ。はい。シーナがお主らを殺せなんだことによって、我らミズホの民はテセアラ王家とマーテル教会から追われる立場となった。これはご理解いただこう。そんな、本当なのか。間違いない。そのような話になっていた。うん、そこで問いたい。シルバラントの民よ、お主らは敵地テセアラで何をするというのか。俺もずっとそれを考えてた。ある人にテセアラまで来て何をしているのかって聞かれて、俺はどうしたいのかって。クラトスさんやな、それ。俺はみんなが普通に暮らせる世界があればいいって思う。誰かが生贄にならなきゃいけなかったり、うん、誰かが差別されたり、誰かが犠牲になったり、そんなのは嫌だ。お主は理想論者だな。テセアラとシルバラントは互いを犠牲にして繁栄する世界だ。その仕組みが変わらぬ限り、何を言っても奇弁になろう。だったら仕組みを変えればいい。この世界はユグドラシルってやつが作ったんだろう。人やエルフに作られたものなら俺たちの手で変えられるはずだ。まるで英雄ミトス。あ、出たミトス。決して相入れなかった二つの国に共に生きていく方法があると悟し、古代大戦を終結させた気高き理想主義者。お主はそのミトスのようになれるというのか。俺はミトスじゃない。俺は俺のやり方で仲間と一緒に二つの世界を救いたいんだ。うん、なるほどな。古いやり方にはこだわらないというわけか。では我らも新たな道を模索しよう。副頭領、まさか。うん。我らは我らの情報網でお主らに使えよう。あら。その代わり
二つの世界が共に繁栄するその道筋が出来上がった時、我らは我らの住処をシルバラントに要求する。うん、要求するって言ったって俺に決定権があるわけじゃ。なーに、我ら瑞穂の小さな引っ越しをお主らが手伝えばそれでいいか。あら、ちょ、なんかね、丸く収まったよりよかったわ。みんないいかね、瑞穂の民と組んでも。それで二つの世界の関係が変わるなら、まあ悪い取引ではないわね。さっさと話をまとめてプレセアを助けてあげようよ。ジェニアさんもプレセアのことばかり心配しちゃうね。まあしょうがないよな、惚れた女が死ぬかもしれないんだから。うん、よし、決まった。俺たちも二つの世界を変える方法を探す。協力しよう。協力しよう。うん、ではシーナには引き続きロイド殿の同行を命ずる。おお、ただし今度は監視役ではないぞ、連絡役だ。おお、存分に働けよ。よかった、もうこれでね、ちゃんとした仲間としてことできますね。しかしタイガさんよ、そうすると完全に王家と教会を敵に回すぜ。では巫女様にお尋ねしよう。二つの世界の片方を犠牲にする勢力と二つの世界を生かそうとする勢力、うん、巫女様ならどちらに使う？決まってるよな。有利な方と言いたいが、まあ普通は生かそうに力を貸してやりたいわな。そうだよな。そういうことです。当面我らはレアバードの発見に全力を尽くす。あ、お願いします。移動がね、軍刀楽になるからレアバードがあるときっと。シーナがレアバードに式紙をつけていたようです。噛みすぎん、ちょっと。地下からたどればすぐに発見できましょう。シーナ全然有能やん。よろしくお願いします。おお、瑞穂の民を懐柔したぞ。本気なのかね、ジェロスキン。お、優しい理想論者。理想と現実って言葉はあるけどね。あ、そうそう、この人リーガルだ。あ、出た。そう、私知ってたんですけどのソシャゲでね、来てますから、レイズにリーガルさん。そう、ここで名前が明らかになるんだね。リーガルか。リーガルさん、あんたには悪いけど、もう少しこのまま捕虜でいてもらうぜ。ライダ君や、このおっさんにも戦わせたらどうよ。でも手動かせないでしょ、リーガルさん。裏切るかもしれないのに。バトルあれだよね、足技使ってたよね。プレセアちゃんに用事あるんだろ、おっさんは。ね、お話ししたいって。だったらチビちゃんから話が聞ける状態になるので、チビちゃん、俺たちに危害は加えないんじゃないか。そうね、悪くないアイディアだろ。姉さん、姉さん、うさんくさい気もするけど、まあいいさ、私も最初は敵だったんだし。ということらしい。どうだ、一時的にでも俺たちの味方として戦えるか。よかろう。あ、いいんですか。我が名とこの手の戒めにかけて決して裏切らぬと誓う。はあ、少しでもおかしい素振りをしたら黒焦げにするからな。じゃあよろしくお願いします、リーガルさん。渋いな、リーガルさん。ということで、リーガルさんが仲間になりました。パイルカのシンフォニア、多分パーティー全員揃ったんじゃない。結構大所帯だね、シンフォニアもね。8人いるもん味方。リーガルさん、この人ね、そう、囚人なので手錠をかけてるっていう。ちょっとパーティーメンバー変えるか。でもさ、ゼロス君とリフィル先生外せないんだよな。いや、でも、もうグミ解放するか。いや、どうしよう。一時的にちょっとプレセアちゃんのとこにリーガルさん入れるか、新しい仲間やから。あ、そう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 、レシピを取りたいんですよ。あ、あったあった、ここかな。いたいた、ワンダーシェフ、ラーメンやったぜ。ブラックソディ、ノリ。ソディさ、あれだよね、なんかアライズとかだともうないよね、素材としてね。そう、あとね、あの瑞穂のね、街にちょっと大変。あ、あったあった、瑞穂情報も。あ、違う、まだあるわ。うまく見つかるといいね。
ちょっとイベントがあるんですよ。イベントなのか。きっと見つけ出してくれるはずさ。瑞穂のゼロスの称号か。マジすごいらしいぜ。テセアラ中の財宝のありかを知ってるって話じゃない。そうさ。私たちが本気を出せば調べられないことなんてありゃしないよ。そっか、頼りになりそうだね。ああ、テセアラ中の女の子のスリーサイズ調べてくんねえかな。アホミコ。アホミコ。いや、あのしばらくみずほの里にいるとまたスキットが発生するんですけど、それを見たらゼロスの称号がもらえるらしいので、ちょっと待機。小さなナイト、あ、これも違うな、称号のやつだ。テレセアと言ったか。お前の家族のことなのだが。お前プレセアに近づくな。これは失礼。小さなナイトというわけか。バカにするなよ。僕には魔法があるんだからな。ジーニアス。何？プレセアのことは僕が守るから。かわいい。敵意なし。光線の必要なし。え？はあ、うん。また、うん、私はあなたに守られることはありません。あら。うん、ああ。でも振られちゃった。あ、まだある。手枷の理由。なあ、リーガル。あんた、なんでそんな手枷をつけてるんだ？これは我が罪の象徴。手枷が象徴する罪？うん。わかった。手枷泥棒だな。なんでだよ。ちげえよって思ってるけど。あ、じゃあ、周りの人に手枷をつけて回って迷惑をかけたとか。すまない。もう少しわかりやすく話してやればよかったな。あ、あった。これこれ、おとぎの国みずほ。なんだよゼロスのやつ、嘘ばっかり教えやがって。ちょっと変わってたけど普通の村だよね。なんかすっげえ期待してたのにがっかりだぜ。そうだよね、僕空を飛ぶ恋っていうのを見たかったのに。だよな、俺も灰をかけると咲く花ってのが見たかった。私はね、亀に乗っていく水の中の、どんな話を聞かされてたんだ。あのアホミコ、何を吹き込んでたんだい。そう、これでゼロさんアホミコの称号を手に入れました。これが欲しかったんですよ。あ、今回はここまでかな。お手は森を離れたような急ぐといい。よし、今のうちにアルテスタのところへ。私村へ帰りたい。そっか、オゼットが先かな。そうね、プレセアのご両親も心配したようでしょ。まずオゼットから行くべきね。え、実は両親いなかったとか、なんか嫌な予感がするんだけど。ということで、じゃあ、次回にしておこうと思います。お疲れ様でした。